分流器の一番の問題ですね。路線が10アンペア、それから、分流器に1アンペアですから、電流系に流れる電流ですね、IA はですね、IA は I-IS ですね。ということは、10-1 で9アンペアですね。9アンペアが流れますと。それから、分流器の電圧イコール、電流系の電圧ですから、これはですね、RSIS ですね、こうなりますので、0.2×1、0.2V と、こうですね。ということは、ここからこれですね、これが、0.2V と、こういうことになります。そうすると、RA ですね、RA は 0.2V をですね、電流の Q で割ると、こうですね。そうすると 2×10 のマイナス1乗ですね、それから9ですから、0.22 ですね、×10 のマイナス1乗とこうなりますので 0.022 オームと、こういうことになりますね。で、倍率ですね。M は、IA 分の I ですから、IA が、9ですね、10ですね。まあ、1.1 倍ということですね。まあ、あまり分流器としてのですね、働きは、まあ、低いということになりますけどね。